里崎チャンネルジョッ。こんにちは。さて今回はあの企画の第4弾4弾ですね。最初はね1本限りかと思ったら、はい、ご好評につきと、はい、アイデアがどんどん出てくるっていうところで、はい、第4弾になってしまいましたけど、はい、今回は、はい、里崎智也が実際に受けたもしくは対戦した中でものすごい速いクイック編。クイックできましたか今回は。クイックモーションですね、やっぱりあのね、はい、やっぱ盗塁は7割ピッチャーの責任と、はい、言い続けてきている里崎が最も大事にしているクイック、はい、このクイックっていうのは盗塁をされないだけじゃないんだよっていうところをね、うん、今日は訴えかけたい、はい、あとはあの若いね野球をしている子供たち、うん、あとは父兄の皆さん指導者の皆さんね、はい、ぜひ役立ててもらいたいっていうところでね、このクイック編っていうのをね、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあクイックがものすごく速くて良かった選手ってことですね。そうだから、うん、取ってでもキャッチャーとしても助かったし、はい、打ってたら難しかったしっていうね、はい、だからクイックっていうのは、はい、盗塁されないことが最大の要因やと思うじゃないですか、はい、打つのもめっちゃ難しいですからクイック。あ、違うんですか。そんなにいきなり投げてくるんで、要はゆっくりタイミング取れないんですよ、はい、要は1、2、3で、はい、もし仮に普通の投球フォームだったら打ってるとしたら、はい、もうクイックだったら1リスって投げたらポパンポンって打たなきゃいけない。もう準備しようと思ったら飽きちゃったってなるんですね。そうそうそう、で、いつ始まり出すか分かんないじゃないですか、うん、こうね、ワインダムとか、はい、もしくはセットでもこうやってゆっくり投げてくれるパターンだと、もうこう足上げた時で、はい、こうってこう打ってますけど、はい、いつ、だってもう、用意、ドンって言ってくれない、はい、ドンみたいな。あー、なるほど、準備ができないんですね。用意は、はい、用意、うん、セット、はい、もうドンはいつ言うか分かんない。あ、だってもし水泳でも陸上でもね、はい、競技ね、うん、やったことある方は、はい、よーいドン、はい、大体よいドンとかないでしょおーそうじゃないそれはないでしょ、はい、逆によーいドンもないでしょ、はい、ないでしょ、はい、もうそんなのファールでしょ、はい、ピクピクこのもう小鹿みたいになるでしょそういうのないわけじゃないですか。大体よーい、はい、バーンっていうね、うん、まあ人によって誤差あったとしても、うん、その範囲内ですよね、はい、でもクイックは用意からいつドン言ってくるか分かんないから、うん、言ってきた瞬間にすぐ打てるタイミングしなきゃいけないから、はい、クイックが早いと打つ方もめちゃくちゃ難しいんですよ、うん、通常通りの動作ができないんで、はい、どっかを走っていかなきゃいけないんですよ、はい、そういったランナーを走らせないプラスバッターにもタイミングをしっかり取らせない、うん、しっかり体重を乗せないっていう効力があるわけですよ。クイックが速くてでもちょっと損することとかでないんですか。これは技術がないやつはね。あ、クイック速いとどうなるんですか。だから もしね、はい、クイックを苦手な選手、はい、もしくはクイックやりたくない選手っていうのは、はい、基本的に言うと、うん、通常のフォームに比べると、はい、球速、質、制球が落ちるからクイックやりたくないんですよね。あ、そっか、なるほど、うん、それをまあ、ピッチャーもね、はい、クイックやるってことはどっかの動作を省かないといけないわけですから、はい、でその動作を省いたときに、うん、自分のポテンシャルある投球ができないからクイックしたくないんですよね、はい、仮にクイックした方が球速も上がってコントロールも良くなるんだったら全員しますよね、はい、そうですね、そっか、っていうことは、はい、練習不足なんですよね。うーん、僕の理論から言うと、はい、練習しないから上手くならないわけで、もしくはクイックのやり方を知らないから上手くならないわけであって、うん、質が落ちるからやらない方がいいんじゃない、じゃあ質が落ちないように練習しろもしくはそれをどっかから学んでこいよっていう、はい、うん、っていうところで今日はもうクイックが素晴らしかった投手、はい、ね、やっぱり一番は受けてて、はい、やっぱり、うん、ロッテ阪神 DeNA、はい、小安智、おお、そうなんだ、松下からね入ってきて、はい、だってあいつ多分1秒切るよ、そんなに早いですか。だからクイックは、はい、まあ、通常最低ラインが動き出してから、はい、キャッチャーのミットに入るまで、うん、1.25 秒以内っていうのが基準にされてるんですよ、うん、だこの 1.25 秒よりコンマ 0.01 秒でも多くなるとにつれてクイックが遅い、はい、うん、逆に速くなるにつれてクイックが速いっていうピッチャーになっていく、はい、その 1.25 秒が基準、うん、で C で言ったら変化球もこの 1.25 秒以内で入ってくれればいいですけど、はい、まあ、なかなか難しいんですけどストレートで 1.25 秒以内を常にキープが基本の中、うん、ここは、はい、1.00 を切るときあります。そっか、だから球の速度って、まあ、何キロかわからないですけど、大体の投手って、まあ、
幅は一緒じゃないですか、うんうんうん、だここの速さが速いからそれで縮まるんですね。そう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 、うん、だからそれでもうキャッチャーとしては、はい、久保の時盗塁されないんで、はい、もうランナー気にしなくていいんですよ。あ、なるほど。それがどんな片岡だろうが、ね、あの時だったじゃあ肘沢だろうが、ね、はい、田中健介だろうが、うん、あとあの、まあ、赤星だろうが、うん、もう誰がランナーでもランナー気にしなくてもいいです。スタート切れないですから。逆にランナーはもうそういう投手の時はしないんですか、盗塁を。しないじゃん、できない。できない。しようとはするんですか、一応。多分しようとは多分してると思うんですけど、はい、そ無理ってしてもただ無策でアウトになるだけじゃないですか。あ、そうですね。だからスタートさえ切られないですよね。なるほど。そういう時ってベンチももう分かってるからもう走れみたいなサインって出ないんですかね。行けたら行っていいよってことですよね。あとランナー丸投げですよ。あ、もうなるほど。行けたら行っていいよっていう、はい、行けそうだったら、行かないですもんね。そうですね、行けないんですもんね。行けないです。だってもういつドン言うか分かんないから、はい、ずっとこう待ってるだけ でしかもね、もし待ってるだけで、はい、陸上とか水泳みたいに前へ行くしかないんだったらいいですけど、うん、野球はバックあるじゃないですか、はい、牽制も、うん、だからスタート切れないと思うんですよね。そうですね。だからすごい楽だったですね。うーん、盗塁されないんで、はい、されたことはされたのは、ね、和田さんにね一回西武の時に盗塁されたこと記憶があるんですけど、それはもう山間で足上げる前に走ったんです、はい、あ、なるほど。そんで久保がそれに気づかないで足上げちゃって、はい、成功したっていうだけで、もうその勘で行くしかないぐらいの速さです、はい、へえ、すごいですね。受けてて非常に、だからフォークでも変化球でも何でも投げやすかったですね。走らないんで、はい、ランナー全く気にしなくてもよかったんで、もう全部バッター集中でね配球できるっていうところは非常にやりやすかったし、助けられましたね、そうですね、久保には。なんか自分もその方がこう走ってリードとか牽制とか気にしなくてよくて、そう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 、楽でしょうね。でそれでピンチ拡大しなくてもいいんですから、久保にとっては最高の武器ですよね。いいですよね。でも多少 DeNA のね晩年になった時に、はい、あのクイックの速さをちょっとあの楽しみすぎてんなっていうところで、はい、あまりにも 0.8 秒台とかで投げちゃって、はい、球が130キロとか、はい、ちょっとそこまで球を落としたらちょっとあのクイックのねあの速さに酔いすぎてんだっていう部分は DeNA の時ちょっと若干見えましたけど、はい、だって普通に力入れたけど150キロオーバー出せますからね、はい、そういったところはねありましたけど、はい、やっぱクイックのね多さっていうのは、はい、速さっていうのはね、うん、久保には助けられましたね。へえ、はい、じゃあ続いて今度はね対戦した中で、はい、うん、日本ハム、はい、吉川。へえ、そうなんですね。吉川のクイックもめちゃくちゃ速いです。はい、もう、うん、ランナーいない時に回ってきてくれる方がホッとします。タイミング取りやすい。あ、そうなんですね。だってクイック早いながらストレートもあるし、まあ、コントロールはアバウトできますけど、うん、MVP 取った時なんて本当にすごかったし、カーブもいい、チェンジアップもいいっていうところで、はい、もうバタバタしながら、うん、もう後手後手になっていって打ち取られるっていうことも多かったんで、はい、まあ、ランナーいないと、ね、ゆっくり足上げてあげてくれるんで、はい、まあ、威力は増しますけど、うん、ランナーいない時の方が打ちやすかったですね。それぐらいクイックはもう早かったです、はい、もういきなり。でそこから爆発的に出すんで、うん、はい、吉川光雄は打ちづらかったですね。へー、なんかみんなクイック早く練習すればいいのにって、そんだけ打ちにくいし、なんか走りないとなったら練習すればいいのにってど素人は思ってる。思うでしょ、はい、僕も思うんですよ、はい、やんないのが不思議。うん、なんかそうすればいいことしかないのにって思っちゃいますね。そうそう、だからね、うん、もういきなりプロ入ってきてから、はい、下手くそなやつがやっても、うん、結局やらないっていう選択肢になっちゃうんですよね、はい、自分の持ち場がなくなっちゃうんで、うん、だから若い時からクイックはやっといた方がいいですよ、はい、だから今の高校生、大学生の人はやってないとしたら練習しといた方がいい。絶対しといた方がいいです。もう自分を助けますから、はい、で、うん、もう大げさに言ったらね、常にセットで投げて、はい、ランナーね、いない時とかは大きく足上げて投げたりとか、うん、クイックで投げたりとか、はい、そのカウントごとに変えてもいいわけですよ、うん、そうですね、クイックだとね、うん、別にそれボークにならないわけですよ、はい、そういうことによってフォームが2種類になったりとか、うん、相手のタイミングずらすことができるんで、うん、もうクイックはやって損することは1ミリもないです、うん、ただ損するとしたら練習不足と技術不足だけです、はい、あ、練習を本当にすればいいってことですよね。そう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 、していけばいいだけなんですよ。だからもう絶対ね、やった方がいいっていうね、うん、でも吉川もきつかったですね。あ、そうなんですね。あとは次はですね、はい、セリーグ、はい、中日、うん、浅尾ですね。あ、浅尾のクイックマジ速かったですね、クイックマジ速いのに110キロくらい投げてきよるから、うん、で長すぎじゃないですか、はい、まあ無理です。そうですね日本シリーズでも当たりましたけど、いや本当にあのね、うん、まあそのお世辞にもね、大きい体じゃない、そのちっこい体でね、はい、爆発力あってっていうね、うん、ピッチング、うん、でクイックも速ければ球も速い、うん、フォークもボリ落ちるっていうね、
本当に素晴らしいピッチャーでしたね。逆に同じセ・リーグじゃなくてよかったですね。そんな日、まあ、何回も対戦しなくてよかったんで。交流戦だけですもんね。はい、交流戦とね、あの日本シーズン2010年の時だけだったんで、はい、素晴らしい速さですね。いや、浅尾投手はあのクイックが速いとか全然知らないですけど、プロ野球を全然見てない頃からなぜか好きでした。うん、男前だから。はい。なんかね、ちょっとボーイッシュでね、なんかこう今時のね、スタイルもいいしね。野球全然見てない小さい頃に、なんか、あ、この人かっこいいと思ってた覚えがあります。ちょっと童顔っぽいしね。そうなんですよ。いや、あ、クイックがそんな良かったんですね。クイックはいいですよ。だってあの、中継ぎで、多分 MVP 取ったんですよね。確か。それすごい。中継ぎで MVP ってなかなか取れないですから。なかなかないですね。うん、本当ゴールデングラブ賞クラスの、ね、守備力も高いですし、はい、うん、本当にあの投げることだけじゃなくて、うん、他のことも本当に天下一品の、ね、はい、プレーヤーだったなという、ね、ところもありますね、はい、え、ちなみになんか今のまだいますか、うん、まあ、まだ、ね、いっぱいはいるけどね、はい、まあ、説明していくと長くなっちゃうけどね。そうです。今なんか現役で、あ、このピッチャーのクイックいいなとか思う人って今吉川は現役だよ。知ってます。それ知ってます。今、はい、なんかこの今挙げてない人で牧田とかね。あ、アンダースローなのにクイック速いですよ。そうです。本当だってアンダースローね、クイック遅くなって盗塁されがちですけど、牧田、はい、とかアンダースローなのにクイック速いですよね。確かにウォンってかないですもんね。ああ、シュッて、はあ、はあ、はあ、なるほど。素晴らしいと思うんですよね。牧田投手の対戦はしてますよね。牧田はね、うん、あの通算打率3割以上出してもらって、あ、そうなんですね。アンダースローの攻略表っていうのをね、はい、テレビで言っちゃって、はい、その後僕のせいじゃないんですけどね、はい、あの山中と牧田がね、うん、全く勝てなくなって、はい、発言する前とね、する後じゃ防御率がね、点とちょうど違ってね、僕が悪いみたいな感じでね、言われてる。佐藤さんのせいじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。だからまあ牧田、今だと牧田ですかね。ああ、と誰かいるかな。そこまで、あとで栗。ああ、そうなんですか。広島の、うん、クイック速いです。へ、いい形で、だから通る企画とかもあんまりされないですよね。はい、あと、まあ、まあ、あんま投げてないですけど、内海とかね、はい、ジャイアンツから西武行きましたけど、内海、うん、とかのクイックもね、左ピッチャーで速いですよね。いや、あんまり気にしたことなかったですけど、なんかそこ見てみたら、あ、速っ、なり。いや、絶対なるんですよ。そういったところもね、見ていくと、バッターもね、うん、だからバッターのタイミングの取り方見ていくと、はい、クイックが速いピッチャーと遅いピッチャーだったら、対応の仕方も変わってくるんで、うん、そういうのを見ておくと面白いかもわかんないですね。あ、このピッチャークイック速いから、あ、やっぱ振り遅れるんだなとか、だからタイミング取りづらそうやなとか、あ、いつももっと右足に溜めてるのに、うん、あの動き少なくなってるなとかね、はい、っていうのがバッターもあるんで、うん、やっぱそういう打ちにくさもあるんでね、はい、まあ、本当に子供たちはね、クイック練習した方がいいなと思いますしね、はい、まあ、プロ野球選手もね、できなきゃ練習しようっていうね、うん、盗塁されてバッターも打ちやすくなっちゃうよっていうね、はい、いや、やって損ない、いいことしかないですね。いいことしかないんですよ、はい、なぜやんないのっていう。